レージがいっぱいになっちゃって、撮ってる時に途中で止まっちゃったんですよ。で今ストレージ開けるのやってんだけど、ちょっとやり方よくわかんなくて、撮れるかな最後まで。さっき途中で止まっちゃったんですよ。令和4年4月4日誕生日ですよ。これ雨だし、今日ちょっと駅どうしようかなって悩んじゃってますよ。これ体調もあんま良くないし、まあここまで生きれただけで感謝です。感謝しかありません。我々は生かされてるんです。いつ死ぬかなんか誰にもわからない。自分の意思で生きてるようで本当に生かされているんです。そして我々は何のために生まれてきたのかっていうことなんですよ。いつも人と喧嘩したりね、悩んだり苦しんだりしてるけど、俺たちは人と争ったり悩んだり苦しんだ無駄目に生まれてきたわけじゃありません。つって人の悩みって大体人間関係なんですよ。言った言わないとかね、影に回っていろいろ、そういうのあんま良くないですよ。あ、昨日お電話ありがとう。龍さん12時過ぎ誕生日のお電話すごい嬉しいです。皆さんお電話くださいよ。誕生日ぐらい普段はバンバン電話くるからし、誰も電話くれないなんてひどいですよ。今日は誕生日会だよ。月曜問題解決、オイルから笑っていたもん俺たち、あ、金属ぜひお集まりください。楽しいチャットしましょう。今日はね、ガヤにねチキンライスを作ってあげるという約束なんで、チキンを買ってきてね、チキンライスガヤちゃんに作りたいと思います。怒らず恐れず悲しまず、明るく元気に気持ちよく、勇気ある気本気関秀樹、男気だけが自慢の熱き熱